オーストラリア原子力潜水艦建造計画までの穴埋め期間に、韓国製潜水艦を採用との案件が浮上しているとの情報をキャッチしまいた。今回は、このオーストラリアの原子力潜水艦建造までの穴埋め期間なんで、韓国潜水艦を検討かを詳しく見ていきますね。浮かばないよ。2022年7月末で6ヶ月目に突入してしまったロシア・ウクライナ戦争だが、アメリカからのハイマース、イギリス・ドイツ等からの M270MLRS 等の多連装、ロケット砲の供与が徐々にウクライナ軍の戦力として機能し始めている。数量的には、ウクライナが希望するほどの数量には、これらの多連装ロケット砲は到達していないとも言えるが、これまでの榴弾砲の射程を大幅に上回る利点を生かし、ロシア軍の後方の兵站線への攻撃に効果を発揮しつつある。現在の戦況を見るに、ウクライナ軍の本格的な反攻作戦は、南部のヘルソン市の奪還から始められる可能性が高そうだが、攻勢に出るには、やはり、機動力と攻撃力の両方を備えた戦車の投入数が、その結果を左右するだろう。その意味においては、ウクライナへ最も戦車を供与しているのはポーランドであり、ポーランドからの支援なくしては、ウクライナ軍の反転攻勢自体が成り立たないと言っても過言ではない状況に思えてくる。ポーランドが核も多くの戦車をウクライナへ供与しているのは、多分に過去の第二次世界大戦時において、西からドイツ、東から旧ソ連の二方面からの侵攻を受けて分割統治された苦い経験が脳裏に焼き付いているゆえだろう。そのため、ポーランドはロシアの脅威を最も現実的に捉え恐れている国の一つであり、ウクライナへの多大な兵器供与と並行して、自国の戦力もここに来て大幅な拡充を推進しており、その危機感の大きさを感じさせる。ポーランドは、そうした自国軍の戦力強化の一環として、韓国からも多数の兵器を調達する方向を打ち出しており、陸上兵器として、計2戦車980両、計9次走り榴弾砲648両、航空機として、FA-50 を48機などの手配を進めている。韓国製のこれらの兵器は、その分野で、最も優れたものというよりも、価格と性能のバランスが評価されたと考えられ、韓国の軍需関連企業にとっては、実に、ポーランドの絶妙な時期とニーズに当てはまった結果だと言えそうだ。こうした韓国の軍需企業にとっては、かなりの追い風が吹いている状況下、さらに、対中国を念頭に置いて、軍事力の強化を進めようとしているオーストラリアが、懸案となっている潜水艦の調達について新たな動きを見せている。ご存知のように、オーストラリアは2021年9月15日にアメリカ・イギリスとの間に棚安全保障の枠組みであるオーカスを締結し、フランスからのアタック級に変えてアメリカもしくはイギリスからの原子力潜水艦の調達を表明した。しかし、このアメリカもしくは、イギリスからの原子力潜水艦の調達は、2038年からの建造開始で、2040年の収益開始が最短ではないかと、スケジュール的に見積もられているが、この見立てが甘すぎるのではないかと指摘されている。仮に、このスケジュール通りに、計画が進んだとしても、現在の2022年から2040年まで、はいまだ、18年も期間が開くため、オーストラリア海軍は、現行で運用中のコリンズ級6隻に対して、近代化改修を施し、延命措置を図ることが必要とみられている。コリンズ級潜水艦は、水上排水量3051トン、
水中排水量3353トン、全長 77.8 メートル、全幅 7.8 メートル、喫水 6.8 メートルの通常動力型潜水艦で、1996年から2003年にかけて全6隻が就役しており、最終艦でもすでに19年を経ている。ちょうど今年2022年5月に、オーストラリアは総選挙で前モリソン政権から現アルバニージー政権へと移行しており、現アルバニージー政権は2040年までに原子力潜水艦を就役させるというスケジュールは非現実的だと表明した。オーストラリアの現アルバニージー政権のマールズ国防大臣は、2022年7月に同国が調達する原子力潜水艦がアメリカからなのか、イギリスからなのかを来年2023年に最終的に決定すると述べ、合わせてコリンズ級の動向も検討する方向だ。これは現行のコリンズ級に対して前述したように近代化改修を施して延命措置を講じるのか、はたまた原子力潜水艦の調達までの期間を新規の通常動力型潜水艦を新たに調達するのか、その2点を検討することを意味している。このため、後者の原子力潜水艦の調達までの期間を、新規の通常動力型潜水艦を新たに調達することを選択した場合について、その対象として浮上してきたのが、韓国製の通常動力型潜水艦を採用するという可能性である。この案が急浮上した背景には、2022年8月3日に、韓国の防衛事業庁のトップが、オーストラリアに赴き、同国軍の関係者と会談を行ったためであり、韓国の島山康正弘、トサンチャンアン補給潜水艦が、その候補として、にわかに注目を集めることとなった。韓国の島山康正弘、トサンチャンアン補給潜水艦はバッチ1と呼称される初期型で、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートル、喫水 7.62 メートルの燃料電池方式の非待機依存推進を実現した通常動力型の潜水艦である。島山康正弘、トサンチャンアン補給潜水艦のバッチ1は、主兵装として533mm 魚雷発射艦を8門搭載するほか、通常同僚型潜水艦としては、ケウナ VLS、垂直発射艦を6セル装備しており、ここから、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を運用できる特徴を持つ。島山康正弘、トサンチャンアン補給潜水艦は、バッチ1で6セルだったこの VLS を、次のバッチ2では、さらに10セルまで増加させる設計となっており、同時に、蓄電池も、鉛製のものをリチウムイオン製に換装することが打ち出されている。個人的には、こうした島山康正弘、トサンチャンアン補給潜水艦の VLS、垂直発射艦の実装という重武装については、大陸の半島国家として、狭い領海しか持たない韓国海軍を考えた場合、過剰な兵装であり、必要性に乏しいのではと、正直感じていた。しかし、原子力潜水艦を導入して、強力な対地攻撃能力を獲得したいと、志向しているオーストラリアにとっては、それが実現するまでの期間をカバーする存在として、それが、検討に値する装備に移っているのも事実なのだろう。ただし、今現在のオーストラリアにとっては、あくまで、原子力潜水艦の調達までの間の期間をどのようにしのぐかという、その課題に対する一つの選択肢として、検討を行う状態であり、これが本決まりになるか否かは、別問題ではある。そもそも、オーストラリアが、アメリカとイギリスとの3カ国による、電撃的なオーカス締結に動いた理由は、中国海軍が、南シナ海を勢力下に収めつつあり、そこに潜ませる戦略型原子力潜水艦によって、
核攻撃の範囲に入る恐れが拡大しているためだ。太平洋戦争時に日本から攻撃されて、以後のオーストラリアは、近年まで、その地理的に恵まれた環境から、めぼしい外敵がおらず、中国海軍が、南シナ海に、戦略型原子力潜水艦を活動させるまで、深刻な脅威を感じることがなかった。しかし、近年は、中国海軍の戦略型原子力潜水艦が搭載する JL-2 ミサイルは、およそ 7400km もの射程距離を持ち、南シナ海に展開されれば、オーストラリアが、すっぽりとその攻撃範囲に収まってしまう、事態に陥っている。無論、中国に近い日本などは、当の昔に、中国軍の、こうした攻撃の射程距離内に置かれているわけだが、幸いなことに、外敵にさらされてこなかったオーストラリアは、今、まさに、中国の脅威に、どう立ち向かうかの岐路に立たされたのだと感じられる。